しゃいませ。こんにちは。こんにちは。暑いね。今日もね。店長ダンさん来たよ。あ、お久しぶりです。いやいやいや。暑いね。相変わらず愛想がないね。いいね。いいね。めっちゃ愛想あるでしょ。で店長私愛想あるよね。まあ、愛想は変な子だからね。どっちで。いや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 。じゃあいつものね、アイスコーヒー。アイスコーヒー。ガムシロ抜き。店長アイスコーヒー。コロナでさ、嫌になっちゃうよね。ね。いや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 。店長私漫画読んでていいですか。待って、アイスコーヒーできたから持ってって。はい。ちゃんと仕事しろ。いや。本当にね、もう暇が普通になっちゃってさ、ね。店長、私コーラ。いやいや、またバイト代から引いとくよ。ダンさんが奢ってくれるって。もうしょうがないね。いいよ。しょうがない。もういいよ、仕事はないけどね。いくらでも奢ってるよ、本当に。やった。イエーイ。いや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 。まあね、普段だったらね、この夏。山に行ったりさ、海に行ったりさ、そろそろ祭りだったり ねだって夏だと、こんな甘いもんばっか飲んで、歯溶けるよ古いねそのうち脳みそ溶けるとか言い出す。ナサいただきまーす。ね、夏なのに何もさ、行くとこもないしさ、やることもないしさ、ね、全然夏らしさないよね。いやいや、でもずっとカフェにいて全然面白いことないもん。ここ長いね。うん、まあね。もう慣れた。慣れるも何もだって、そんなやることないし。あれだね、猫顔っていうより犬顔だね。これアドリブ弱い。何？どう答えればいいの？まあそんなことよりさ、ダンさんなんかさ、弾いてよ。いつもなんか弾いてよ。なんかとりあえず弾いてよ、まあね、アコーディオン弾きないわさ、なんか弾きね。まあ、桂田さんの頼みよね、うん、これはね、まあそうでしょうよ、うん、桂田さんに頼まれちゃしょうがないっていうね。何がいいかな、このね、座右の銘がいいです。え、店長、ダンさんさ、何弾いてもらうの。なんかね、夏っぽい曲。もう夏も終わりますからね。暑くなるね。よし、サマータイム行ってみよう。なんかリアクションしろよ。これ2回目だ。2回目とか言うの。イエーイ。それではお聞きいただきましょう。サマータイム。Feel the army.
長かった。すごい。ダンサーは何度聞いてもいいね。ダンサーアコーディオンめっちゃうまいじゃん。ありがとうございます。というわけでございまして、今日第1話、喫茶土の子、こういう感じで茶番劇とともに進行していくですね、シルクロードカフェのスタッフさんたちですね、こうして僕の、そして、次からはですね、ゲストをお呼びしましてですね、いろんな、シルクロードカフェの、ね、いろんな方がダンサーさんからミュージシャンからね、お笑いの芸人さんなどいろんな方が出てらっしゃいますので、いろんな方に、ね、出ていただき、この喫茶店、この喫茶店の、設定はこれはどこにある、あ、そうです、喫茶土の子は、はい、時空と時空の狭間にある幻の喫茶店ですね。意外と SF チックなんですね。昭和、この昭和感、ね、昭和 SF って新しいジャンルでこれいいんじゃないかしら、これね。でしょ、はいはい、で迷い込んだ人たちだけがね、巡り合わせられた人だけがこの空間に来れるっていうね。そうね、我々はそんな時空の住人と。なるほど。っていうことですよ。ノスタルジー、そこを詰めていきたいですね。そうですね、まあ、これからどう展開していくかは私らにもわからない、わからない、とても綱渡り的な、番組でございますが、あ、どうぞ1個言いたい、はい、あ、今ねやってもらったように、ぜひ視聴者の皆さんもコメント欄にダンサーにこんな曲やってもらいたいっていう曲があれば、コメントいただけますとダンサーがやってくださる、はい、漏れなく、漏れなくかどうかはわかりませんが、やれる曲はやらせていただきます。やれる曲は、ダンスの知ってる曲はやってくれるということですね、はい、ぜひリクエストをよろしくお願いします。ております。あとです ね、ね、ちょっと今みたいに一曲軽く歌っていただけるようなゲストミュージシャンも、ね、ぜひ募集しますので、ね、こんな方だもん ね、あと、ダンサーさんもちゃんと大丈夫ですよ、ここで踊れなんて言いません、ちゃんとね舞台も用意して、ね、できるようにしますので、あ、空間だからいろいろ、あ、空間また SF に戻すわけだね。とてもね、まあどんどん MC も上手くなっていくといいな、我々の演技もね、はい、茶番劇もね上手くなっていくと思いますので、これから楽しみにしておいてください。はい、よろしくお願いします。あ、まあでもせっかくだからね、はい、もう一曲、お、じゃあダンサーの曲でお別れしましょう。記念すべき第1話ですね。じゃあ僕のオリジナル曲をいただきます。ではじゃあ、今年は、今年の夏はね、なかなか皆さん行きたいところ行けなかった気持ちを込めまして、バカンスという曲を最後にお送りしたいと思います。イエーイ。タバコでも吸うかい、そうか、やめたのか、じゃあ酒でも飲むかい、そうか、そうしよう、君がどこから来たのか、そんなことはどうでもいいから、何があったのかい、いや言わなくていいさ、話したくなればいくらでも聞くから、それより悲しい時は泣いた方がいいから、僕は仕事をサボってこれから旅に出る、南の島さ。
じゃあ酒でも飲むかい、そうかそうしよう。これでホゲーで終わったんで、おっせーホゲーつくのホゲーおっせーなの普通に忘れてたあれどうやって言われたっけ。まあこんな感じでございます。あ、よかったよかった。さっきよりうまくできたし、ね、うまくできたよね。確かにちょっとできたよね。